久々だね。久しぶりです。久しぶりです。何ですか今日はこんな朝早く呼び出してここ。何やるんですか。ジャンプ台。いやこれ見てくださいこれ。え？テアムタクマグカップ。違う。子供たちの、はい、まあ大人も出るんですけど記録会をここ飯山ジャンプ競技場でやろうっていう。なるほど。素晴らしい。チームタク主催で。そうですね。あのこういう試みってあんまりっていうかないよね。ないですね。この個人レベルでこういう子供たちの試合ですけど、うんね、まあ試合じゃないか。楽しみだ。じゃあ早速着替えてもらって。はい。いつものやりますか。飛びましょう。はい。せーの。で、okay、俺だけ着替えてるから。使わないから。使わない。出た。いつ考えたのそのサインを。これですか、うん、これね、高校時代です。意識高い、意識高い系の高校生。笑いなさい、あっちよりやばいじゃないですか。笑いなさいよ、ウケる。人気者だね。なんか、うん、ここに来ると人気者ですね。いいやは違うんだけどね。もういい山はもうタクの町だもんね。まあ出身なんで。僕観光大使なんですよ。あ、そうだ、はい、一応。みんな嬉しいかな。嬉しいよ、こんだけしてもらえば。はい、OK です。ですよね。どうですかこのゲートの開き具合は。いい感じのバネ使ってますか。いいバネ使ってるよ。いいバネ。さすが。なかなかないよあのバネ。この動きね。うん。一人インタビューしてよ。しましょうか。あの飛んだ子。あ、リカちゃん。ちょっとインタビュー。地元飯山の子なんですよ。あ。うまいの。ね。この間も見てた。タクより飛んでたんじゃない？ね。頑張ってね。どうだった今の。俺見てなかったんだ、ごめんね。インタビューしてたから緊張が強すぎてね、ガチガチに。かわいい。あの、楽しんで、はい、嫁頑張ってね、はい、まずインタビューの練習しなきゃね。いや、ほんとっすね。インタビューの仕方が下手くそ。さあ、ひさきが飛んだ。さすがですね。じゃあタク、ここを紹介してください。あれタク、ここはね、あ、間違えた、タク、こっちだった、タク。ここがチームタクのアパレルですね。そうです。すごい増えましたね。そうっすね、うん、まあでもまだちゃんと売ってないんで、あ、はい、どうやって売るか悩んでたらすごい時間かかっちゃった。メディアに囲まれております。いや、いいこと言ってくれてます本当に。ね、全部集約してくれてるよ。全部集約してくれてる。ありがとうございます。くぐった後髪の毛こうファッサって。からの髪の毛ファッサー。あー、いいね。はい。未来の有望なキッズたちが。そうですね、もう本当に。これはちょっと俺も中行ってみよう。おー、いいジャンプだ。
昔を思い出しますか。昔思い出します。だって僕これあれですよ、初飛びの場所ここで、うん、ここのゲート座って20分ぐらい座って怖くて、すっげえ覚えてますこれ。はい、ツインズ並んでください。レンちゃん、スリータに来てる。スリータ来るから。ミレイ選手、1本目、2本目ともに8m11z。 11z、マーサイ 11z。じゃあ盛り上げて。はい。ゆいめっちゃ笑ってる。じゃあご唱和ください。はい、はい、せーの、大成功。すごい。怖っ。ありがとうございます。こっちも撮ってるから。あ、撮ってた。いやー、タク、お疲れ。頑張ってたね。あれ？チームタックアップ2020、今日は本当にお疲れ様でした。準備から、パソコン、なんかいろんなね、皆さんのおかげで、本当に皆さんのおかげで大成功できまして、本当にありがとうございました。今日はですね、もう終わって、もう片付けも全部終わったんで、じゃんじゃんと、やっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。これから始まるんですけども、たくさんの、一言と乾杯で始めたいと思いますので、よろしくお願いします。いや、皆さん今日お疲れ様でした。なんか本当急なこう記録会で、急にこうなんだろうな、こう企画したのに、こんなにパッてこう何ですか、集まったのに、こんな団結力でこうやって大成功を収められたっていうのは、本当にあの普段から秀樹さんにこう何ていうんですかね、こういい山で集まってるメンツだからこそできたんだなっていうのはすごく思って、本当に皆さん本当にありがとうございました。まあ、名前はチームタッグっていうことでやってますけど、なんか僕っていう感じよりも本当みんなで作り上げた大会だと思ってて、またこれも本当重複するんですけど、今回だけで終わらない、来年も再来年ももっともっとこういい山を巻き込んだり、長野を巻き込んだりするようなイベントにあのしていきたいと思いますんで、また今後ともご協力よろしくお願いします。よいしょ、ありがとうございます。じゃあちょっとあのコップの方を持っていただいて。コップ何わかんないけど、乾杯。ありがとうございます。もういいこと言ったから、これは全部カット。全部カット。